はい、mail.com です。今日はですね、こちら全部で4種類のピールオフジェルがここにあります。視聴者さんからいただいて、このグレースのピールオフジェル使ってみたことなかったので新しく購入させていただきました。今日は4種類のピールオフジェル実際にちょっと爪につけて、ちょっとね、何日間かちょっと普通に生活をしていきたいと思います。はい、ということでですね、まずはこちらベティジェルさんから出ているピールオフジェル、これはもう言わずもなんですけれども、私がよく使用しているというか、フットネイルとかだと結構親指以外の箇所はこのピールオフを使って、でも外すときはペローンと外すみたいな感じで仕上げることが多いピールオフジェルになっています。次はこちらネイル工房さんから出ているペロリンのスーパーとイージーですね。こちら以前動画でご紹介したことがあるんですけれども、ちょっと表面にベタベタが残る、まあでも綺麗にこう本当にペロリンと抜けるピールオフジェルになっています。初めて購入させていただきました。こちらグレースジェルさんから出ているピールオフベースです。この4種類のジェルを、ここですね、今現状長さが残っている状態になっています。ここに実際に塗ってこう仕上がりとかね、そういったものをちょっと見ていきたいと思います。まずはね、ちょっとネイル落としたばっかりで少しだけ小傷が目立つので、こちらネイルデダンスの320グリッドのスポンジバッファーですね、こちらで表面の小傷を消していきたいと思います。はい、小傷を消した状態こんな感じですね。まずはネイルプレップを染み込ませたキッチンペーパーで爪の表面の水分と油分を拭き取ります。人差し指にペロリンのスーパータイプ塗っていきます。これはね、もたっと感が結構あるので、結構こう厚みが出やすい感じのものになっています。はい、こんな感じで塗ることができました。次、ペロリンのイージータイプ、こちらを塗っていきます。はい、こんな感じで塗ることができました。そしたらちょっとね、一旦硬化します。ルナライト 24W で30秒硬化をします。はい、次はこちらベティジェルさんから出ているピールオフジェル、こちらは小指に塗っていきます。なんで小指なのかっていう部分なんですけど、このベティジェルさんのピールオフベースに対しては、私的に結構こう動画内でご紹介していて、評価もね、私的には割といい方なので、これは小指に塗りたいと思います。ライトに入れて硬化します。最後はこちらグレースさんのピールオフベース、こちらを薬指に塗っていきたいと思います。なんか他のピールオフに比べるとまあちょっとだけ軽いかな。それでもモタッと感は確かにあるんですけど、割とこう軽く使いやすそうな、なんか薄く塗りやすそうな感じ。塗ることができました。ライトに入れて硬化します。もうちょっと本当に気持ちこう集中してるとちょっとチョンって通るぐらい、全然ないと言ってもいいぐらいないです。そしたらこちらジェラッカーのビルダークリアですね。結構硬さが出るものになっているので、こちらでしっかりと硬さを作っていきたいと思います。わかりますかね、今人差し指だけかなりこう厚みがこんもりしたことがわかるかなと思うんですけど、こんな感じでちょっと全体的に残りの3本もちょっと厚みを出してしっかりと補強していきます。
そしたらこれ以上厚み出したくないので、イズノエルさんのクリスタルコーティングジェルですね、こちらを使ってワンコート表面にトップ塗っていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。先端から見るとね、すごそうに見えるかもしれないんですけど、表面から見てあげるとね、そうでもないんですよね。で、別に横顔がね、こうなんかすげえブスっていうほど厚みが出てるっていうわけでもないので、数日間様子を見たいと思います。ちなみに今日は7月の6日火曜日です。はい、ということで7月の13日1週間経った爪の状態はこんな感じです。先端がね、結構ね、ここ結構欠けてきてる感じ、伝わる？結構ね、こう先端が欠けてきてる感じがあります。ただこの薬指のものは、まあ、多少は欠けてるんですけど、まあ、そんなになんかすごい欠けてる感はなくって、あのね、ここの2本に関しては多分つけた翌日ぐらいには割と先端が欠けていなくなりました。ただしっかり硬さを出してあったので取れるっていうことはなかったです。ということで1週間経ったのでオフをしていきたいと思います。落とすときはプッシャーの反対側を使ったりウッドスティックなどを使って、まずはこのジェルと地爪の間にこう空気をね入れます。あ、結構簡単に、1週間つけてたらペロリンってベタつかないのかな。確かね、人差し指はペロリンだった気がする。カポ、あ、なんか一層残ってる。これがあの一層残るよって言ってたやつ。あ、すごいベタベタする、キモ。あ、すごい爪もベタベタする、キモ。はい、じゃあ中指もね、ここからこうクーッと、あ、ペローンと、あ、これ気持ちいいよね、ペロペロペローンと。これも一層残ってる。このペロリンシリーズはこの一層は多分残るんでしょうね。ベタベタも残ってますね、しっかり。これは多分1週間つけたからなくなるっていう感じのものではなさそうですね。こちらの薬指、待って、めちゃめちゃしっかりなんだけど、待って、大丈夫そう。なんか何？待って待って待って、待って、これどういう状況？すごい一番こう密着力があって、すごいしっかりくっついてる感じだったんですけど、あのこの粘着のベタベタもこれあの全然取れないんだけど、全然取れない。ちょっと待って、小指ベティジェルさんですね。
はい、今の状態的にはこんな感じ。あ、もうね、全部ベタベタ、全部ベタベタしてるんだけど、ここが一番ベタベタがすごい残っている感じになっています。なんかね、心なしかなんか爪もボロボロに見えるよね、こうなってくるとね。コットンに除光液、取れました。あの、多分一番最初にレビューした時もなんか一生ベタベタするんだけどみたいなこと言ってたけど、これはなんか一生ベタベタするぞ。そんなことないって言おうと思ったの。こっちは多分緑のペロリンかな、つけたのが。緑のペロリンは結構ね、ベタつきが残りますね。取れない。なんかすごいんだけど、キッチンペーパーに変えて。あ、取れた取れた。取れた。はい、こんな感じで落とすことができました。まあ、全体的にこうベタベタもね、残ってない感じです。ただ、パコするとはやっぱりなんないかな。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。グレースさんのピールオフジェルもそうだし、まあ、基本的にどのピールオフジェルもそうだったんですけれども、こう1週間ピールオフジェルで過ごしてみて、正直あの肩探しをしたのにこう爪がぐにゃって曲がる不快感だったりっていうのがあったりだとか、あとはやっぱりこう先端のジェルが削れてなくなっちゃったことによって、こうちょっとねこう顔に当たった時にもすごくこう傷ができやすいというか、引っ掻き傷みたいなのが私はすごく気になりました。で、今回グレースさんのピールオフ初めて使わせてもらったんですけれども、なんかベタベタの残る感じがどのジェルよりもすごかったなって思いました。多分セフさんで言ったらこのペロリンのスーパー、これが使いやすいかなと思います。プロメーカーで言ったらやっぱりベティジェルのピールオフの方が最後のベタベタの残り具合的には使いやすかったのかなというふうに感じました。このねペロリンのイージータイプ、中指に使わせてもらったんですけど、これは結構ベタベタがいつまでも残っているような不快感っていうのがずっとあったので、私的にはあんまりおすすめではないのかなというふうに感じました。ただもしかしたら私の硬化時間が足りなかったりだとか、まあ、そういった可能性もゼロではないので、気になる商品あったらぜひ購入してみていただければなというふうに思います。本日使用させていただきました商品、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひぜひご覧になってみてください。はい、じゃあ本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイルドットコムでした。